リリーフ、野球におけるリリーフ、レリーフ、救援、または、系統とは、先発投手の降板後、他の投手が登板すること。リリーフを担う投手を、日本では、リリーフ投手や、救援投手、アメリカ合衆国、以下、アメリカでは、リリーバー、ラリーバーなどと呼び、その役割によって、特別な名称が用いられる場合ある、リリーフ投手の種類を参照。 リリーフ投手は試合途中にブルペンで投球練習を行い、あらかじめ出番に備えた上で登板する。チームによってベンチ入り登録されるリリーフ投手の人数は異なるが、日本プロ野球以下 NPB の場合は6から8人ほどである。シーズンあたりの試合数が160試合以上になり、また原則として引き分けもないため長時間の試合になりやすい。 メジャーリーグベースボー以下 MLB の場合は10人ほどがベンチ入りしている。先発投手が先発ローテーションに従い中4日以上の間隔を空けて登板するのに対し、リリーフ投手は数試合連続登板することも多い。登板録に関しては登板登板に関する記録を参照。投手の方は消耗品という考えが根強く存在しており、実際、特に リリーフ投手は緊迫した局面での投板がどうしても多くなることなどから、心身の疲弊につながり、大きな故障を引き起こすようにもなってきている。若くして、現役引退を余儀なくされる選手が少なくない。規定投球回数を満たしにくいこともあって、リリーフ投手の活躍を明確な数値として表すことは容易でなく、勝利数や脱三振数などの伝統的に主要な投手記録では、 先発投手を上回ることが事実上不能に近い。しかし、投手分業性が浸透し、先発投手の関東が減少するに従って、優秀なリリーフ投手の存在が、チームの勝率に与える影響は大きくなっていった。また、口述するようにリリーフ投手を表彰する、各種タイトルも制定されるようになり、その評価は徐々に高まってきているが、日本では主に先発を務める投手が、 配置転換等で、リリーフに回ると、中儀広角という表現が使われることが多く、リリーフを先発と比べて格下に見る傾向は根強い。ただし、抑さ投手の場合は一転して、守護神と持ち上げられることが多く、リリーフの中でも、中継ぎの価値を過小評価する傾向にある。フィラデルフィアフィリーズ監督のエディソヤーは、投手のジム・コンスタンティーをより、リリーフ専門で起用し始めた。 コンスタンティーワに16勝7敗22セーブ、防御率2.66を記録する活躍を見せ、最優秀選手にも選ばれた。さらにフィリーズはこの年のナショナルリーグで優勝した。こうしたリリーフ専門投手の登場により、MLB ではに非公式ながら、最も優秀な抑え投手を表彰する、ファイアマン賞が制定された。さらにには、最多セーブが公式タイトルに制定された。 2は、マイク・マーシャルが106試合登板、15勝21、西部の成績を残し、リリーフ投手として、初めてサイ・ヤング賞を獲得した。また、2は、ローレーズ・リリーフ・マンショー、2は、DHL ・デリバリー、マン・オブ・ザ・イヤーという表彰がそれぞれ開始されていった。ニューヨーク・ヤンキースは7、8回に、ロン・デービスを9回に、 リッチ5政治を登板させる系統パターンを確立した。この年14章を挙げたデイビスは、セットアップマンの選駆となり、2は、中継投手として、史上初めて MLB オールスターゲームに選出された。2は、ジョン・デュワンとマイク・オドネルによって、ホールドという中継投手を評価するための指標が、発明され、から正式に集計が開始された。しかし、 MLB の公式記録にはなっておらず、最多ホールドや最多ホールドポイントなどの公式表彰もされていない。アメリカ野球伝道入りを果たしているリリーフ投手はのホイト・ウィル・ヘルムを皮切りに、ローリー・フィンガーズ、デニス・エカーズリー、ブルース・スーター、リッチ・ゴセージ、トレバー・ホフマンの6人である。また、通算300セーブを達成した投手のことを300セーブクラブと称することがある。 NPB におけるリリーフ投手の草分けは二二十勝を挙げ八時半の男の異名をとった巨人の宮田幸則とされる1970年代までは多くのエース投手がセーブポイントがつく場面での登板もこなしばしゃばのように投げていた安田武史、三浦俊夫など一方で初期の代表的なリリーフ投手である南海ホークスの佐藤道郎や 中日ドラゴンズの鈴木高正といった投手は谷間先発やロングリリーフなど穴埋めもこなしており、そのため最多セーブが先発投手につくこともリリーフ投手が規定投球回数に達することもあった NPB ではに最多セーブが公式タイトルに制定されたが、こうした起用法もあり2004年まで最多セーブポイントに改定されていた。 1979年の日本シリーズ第7戦での投球がノンフィクション、江夏の21球として書籍化された江夏豊は、この年に救援投手として初のシーズン MVP を受賞した。1980年代には、ロッテの倉持明が一打サヨナラ負けの大ピンチを5度に渡ってしのぎ、炎のストッパーと評された。2は、 中西清樹が阪神の日本一に貢献には抑え投手の各源氏が救援投手としては二人目の MVP を受賞。1990年代には長島茂雄が勝ちパターンのリリーフ系統を勝利の方程式と命名し、からは最優秀中継投手賞が制定された。この頃までは救援投手が一試合に複数のイニングにまたがって投する。 イニングまたぎが少なくなかったが、2015年のインタビューにて、与田剛ヨが言及している、では、イニングまたぎは批判の対象になり、1イニング限定、及びワンポイントが一般になっていった。2は、当時の流行語大賞にも選ばれた、浜野大魔人こと、佐々木和弘が3人目となる、MVP 受賞。その後の彼のメジャーリーグにおける活躍が注目を、集め、には、 日本プロ野球名球会規則が改定される。通算250セーブ投手の入会が許可され、その時点で250セーブを達成していた佐々木、日米通算と高津慎吾が入会した2010年には岩瀬人乗も入会。リリーフの地位も徐々に向上していったが、ようやくに入り、阪神監督の岡田秋信が、1試合での球数や、投球イニング、キャッチボールや、 当番間隔まで細かく管理するようなメジャーリーグに多く見られる系統策を導入。阪神の勝ちパターンの系統である JFK の3人、ジェフ・ウィリアムス、藤川球児、久保田俊之は長きにわたり、好成績を残した。2011年には中日の朝尾拓也が中継ぎ投手としては初の MVP を受賞している。中継を称える指標であるホールドは2。 現行の規定が導入されたため、まだ歴史が浅いが、2014年に山口哲也が、2016年に宮西久男が、それぞれ通算200ホールドを達成した。試合の最終盤に味方がリードあるいは相手と、極めて白昼している場面で、最後に投げる投手を、抑えあるいは、クローザー、A、クローサー、または、クロスンピッチャーという、ストッパー、現在は、 英語では使われないということもある。また、打たれ出して上がったボヤを大炎上前に消し止めるという意味で、引けしあるいは、ファイアマン、A、ファイアマンイコール消防士の意と呼んだり、日本では、自チームのリードを最後まで守り抜くという意味で、守護神と呼ぶこともある。通常は、延長に入っているかを問わず最終回で点差が3点までの状況において、 一イニングもしくは裏の一シーゴを投げ、相手チームに追いつかれずに試合を終了させる役割を追う。それまでは原則として、先発や中継ぎが投げるが、試合展開によっては抑え投手が、イニングまたぎで登板する場合もある。また、監督が先発に関東勝利をつけさせたい場合は、出番がないこともある。相手の反撃を抑え、チームを勝利へ導くポジションである抑えは、チーム内で、 最も信頼の高いリリーフ投手が任される役割で、ある。相手チームからランナーが出ている状態では、たとえボンダであっても、犠牲フライや新ルイ打などによって、打点を許してしまえば、リードを奪われる可能性がある。そのため抑えには、脱三振率の高さが求められることになる。一試合あたりの出場イニング数が少ない一方、当番試合数が多くなりがちなため、 スタミナよりも回復力と安定性、そして立ち上がりの良さが要求される。試合終盤には、例えば味方チームが8回裏に逆転したり、あるいは9回裏に追いつかれそうになるなどの緊急の起用をほぼ毎試合想定する必要がある。チームの戦術によっては、抑えの役割を1人に固定せず、2人以上の抑えを起用する場合がある。その場合は、当番間隔や、 相手打者が右か左かなどで、誰が抑えを務めるかは変化し、日本では2人の場合は、ダブルストッパー、和製英語と呼び、アメリカでは2人以上の場合には、クローザーバイコミッティ、クローザーバイコミッティーイコール委員会による、クローザーと呼ぶ。評価の指標には、登板数、防御率、勝利数のほか、セーブが用いられる。かつては、セーブポイントという記録も存在した。 防御率に関しては、失点を許せない場面で起用されることが多いため、他の投手よりも低い数字が求められる。一方では、逃げ切れさえすればいいという観点から、当番時のリードマイナス1点までは、失点が許されるためセットアッパーほどは、防御率の低さは求められないという考えも存在する。先発投手と抑えの投手の間を担当する投手を、中継ぎ、または、 ミドルリリーフピッチャー、ミドルレリーフピッチャーと呼ぶ。抑えと違って味方がリードしている時だけでなく、同点やリードされている場合にも登板する。特に実力のある中継ぎのことを、中継ぎエース、リリーフエースと呼び、リードを許している時や勝ち負けに関係なく、大量点差が開いた場面で登板する投手とは、区別される。評価の指標には、登板数や、防御率、 勝利数のほか、ホールドやホールドポイントが用いられる。かつては、リリーフポイントという記録も存在した。5年以上連続で、50試合以上当板、20ホールド以上を達成した、山口哲也、宮西久夫のような当時は貴重な存在と言える。なお、山口は2014年に、宮西は2016年にそれぞれ通算200ホールドを達している。 試合終盤のリード時、または同点時に原則登板する中継ぎを、日本では特にセットアッパー、和製英語、アメリカではセットアップピッチャー、セットアップピッチャー、またはセットアップマ、セットアップマンと呼ぶ、文字の通り先発投手から抑え投手までの間をつなぎ、抑えと同等の力量を持つ投手が起用される。打者一人。 内視二人など限定した場面で登板する投手をワンポイントリリーフ、和声英語、ショートリリーフ、ショートレリーフ、またはスポットリリーバー、スパトラリーバーと呼ぶ。特に左打者は左投手を打ちにくいとされるセオリーに基づいて、しばしばピンチの時に左打者を抑えるために起用される左投げのワンポイントリリーフを、日本では左詞、左キラー、左のスペシャリスト、 アメリカでは、シチュエーショナルレフティ、シッチシャネルレフティ、レフトハンドスペシャリスト、レフトハンドットスペシャリスト、ルミ、レフトハンディドワンアウトガイなどと呼ぶ。NPB でこの役割の先駆けとなったのは1970年代後半から1980年代に、西部などで活躍した絵写保である。また、阪神の演算少子は、松井秀樹に対して勝負強く、松井キラーと呼ばれた。 当時の監督、野村克也は演算をすぐに降板させず、右打者に強い火災ミノルをマウンドに上げて、演算を一塁一周に回し、右打者を抑えた後に登場する、左打者に対し再度演算投手、一塁一周を火災に、という変則的な戦法を用いたことがある。2000年代以降では、小林正人、中日、星野智樹、西武などが長きにわたり、左のワンポイントとして活躍した。 なお、少数の打者と対峙することを主任務とする、ワンポイントリリーフの投球イニングは、多くの場合1、3もしくは2、3イニングで、四死球や、アンダなどで出塁を許した場合には1アウトも取らない。0、3イニングで降板することも、珍しくない。後続のリリーフ投手が火出し、出塁を許した走者が得点して負けた場合は、敗戦投手となり、 さらに取られた点が、自責点として加算され、防御率が跳ね上がって死う。一方、交代前の投手が出塁を許した走者が、得点しても、自責点としては記録されず、負けても、敗戦投手にはならないため、ピンチの場面において、活躍を期待されることの多いワンポイントリリーフを、防御率や、勝敗だけで評価することは難しい。試合序盤で、 先発投手が降板した場合などに登板し、概ね2イニング以上を投げ続けるリリーフ投手を特にロングリリーフと呼ぶ。近年は、いわゆるイニングまたぎでの起用が難しくなっている傾向にあることから、先発に対応できるほどのスタミナを持つ投手などがこの役割を担う傾向が強い。また、先発ローテーション投手が登板間隔調整などの理由でロングリリーフをすると、 第二先発と呼ばれる。ポストシーズンなどの短期決戦では、先発投手が余るため、第二先発はよく用いられる。また、チーム事情に応じて、先発とリリーフの両方に対応できる投手を、便利屋と呼ぶことがある。主な投手として、牧田和久、西村健太郎、山井大輔などが挙げられる。かつては、王の豊か、笹岡慎二が、この役割に近く、 通算記録として、百姓百セ部を上回っているほか、下柳剛、し、主として大栄、日本ハム時代も、この役割を中心に、息の長い現役生活を過ごした。先発もしくは先に登板したリリーフが打ち込まれ、相手に大量のリードを許した時に登板するリリーフ投手のことを、日本では、敗戦処理、アメリカでは後始末をする清掃員という意味から、 モップアップマン、モップアップ、マンと呼ぶ。敗戦処理という言葉にも現れているように、ベンチが半ば試合を諦めた場面で起用される。したがって、現実の起用によって、当番方になりやすい中継ぎや抑えを温存するため、やや格の落ちる投手が起用される。また、延長戦や、ダブルヘッダー後半などで投手を使い切ってしまった場合などでは、野手が起用されることもあり。 2015年の10月4日のマーリンズ対フィリーズでは一郎が登板したのが例である。引き分け規定がなく勝敗が決まるまで深夜に及んでも、プレーが続けられることも珍しくない MLB では、このようなケースはしばしば見受けられる。プレッシャーの比較的かからない状態で投げることができるので、若手投手のテストの場としたり、故障分けや登板感覚の開いた投手を、 調整目的で登板させることもある。敗戦処理として起用され、果たして敗戦したとしても、高等すれば、次回から、先発や接戦での中継ぎに起用されるようになる、場合もあり、幸い打線の援護を受けて、チームが逆転すれば、勝利投手に輝くともある。しかし、チワロッテマリーンズなどで監督を経験した。 ボビー・バレンタインは敗戦処理を任されて打ち込まれた若手投手が自信を喪失してしまう可能性を考慮し、もっぱらベテラン投手に敗戦処理を任せていた小宮山悟がその代表格であるが、小宮山は接戦や同点の展開で起用されることも多かった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。